ガーソングライターのスイです。サブスリーをしてからちょっとだらけた生活を送っていたんですが、だらけてもあんまりいいことはないなとこの1ヶ月思いました。今日はですね、気合を入れてインターバルトレーニングをねしていきたいと思うんですけども、相方をご紹介したいと思います。ともちゃんお願いします。はい、どうもこんにちは。走るトレーナーの尾藤ともみさんです。よろしくお願いします。一緒にね、お散歩会も走ったり、そうなんです、同じレースも走ってたんですが、はい、YouTube 見てくれてありがとうございます。お邪魔します。もうスイちゃんももう大先輩のね元で、今日はトレーニングをご一緒させていただきます、はい、いきたいと思います。ご覧の通り、このコースちょっと早めに桜がチェリーブロッサムラン可愛い、ね、とは言いつつ、あの走るのはもうね 400m を8本、つなぎは 100m、 そして最後に 1km マックス、はい、出して頑張ります。頑張ります。気持ちが弱い、気持ちを強く。でもだからフルマラソンに初めてどれぐらいなの？あ、初めてのが、2年前の4月なんで、今年の4月、なんかでもサハラが本当にランニング始めて2年目の挑戦みたいな。そうなんだ。マジそんな感じで。あ、すごい、半端ないね。2年目とかは全然3時間半も切れなかったからね。いやしました。 400m インターバル、今日も頑張って走っていきたいと思います。1週間前には 5000m のトラックでタイムを測ってきたんですけども、19分45秒とベストからはだいぶ遅れるタイムとなっていました。やっぱりスピード練習は日頃からやっておかないとすぐスピードが落ちてしまうんだなと、実感してたところで、今日は YouTube チャンネルも運営している尾藤ともみちゃんと一緒に走らせてもらっております。チャンネルは概要欄に貼らせていただいておりますので、よかったらチャンネル登録の方もお願いします。はい、ここで1本目は88秒で入りました。ちゃんと走れるな、今日は大丈夫だなという感じで1本目入っております。ともちゃんもいい練習だと言いながらベストでつないでいきます。本日は 100m を40秒でつないでインターバルを行っていきます。ともちゃんと私の走りが見て分かっていただけると思うんですけども、面白いぐらいに注目をしているんですね。なんかこう話してても感覚似ているなと思うことが本当に多かったんですけども、映像を後々見たら走り方までそっくりで、ちょっと、はい、ここで2本目90秒で入りました。順調に走っています。ここのコースは直線でね 400m を走れるので、インターバルにはぴったりで、さあ3問目入っていきます。中桜がとっても綺麗に咲いております、ね、また私たちはこのような形でシンクロしながらインターバルトレーニングをしていっております。シューズとかも違うのにこんなに似ているとは面白すぎる。すればいいんだなと思って、ちょっと気持ちが8という数ではなくて4っていう数だとすごく気持ちが楽になるので、すごくインターバルに適した場所が近所にあってラッキーだなっていう感じです。この日は結構気温が低かったんですけども、ともちゃんが普段
ノースリーブを着てるイメージがすごくあって、きっとノースリーブで来るんじゃないかなと思ってスリーブを着てきてみたんですけども、そこはねシンクロしなかったなっていう感じです。9秒で入りました。いつもより少しねレストが長い分余裕持って走れる感じですね。はい、5本目スタートしました。ともちゃんのオレンジのウェアがだいぶ目立ちますね。はい、ここでもシンクロ内臓スイミングバリにシンクロしております。そして桜がとってもね綺麗でした。はい、ここでもシンクロこんなにシンクロして走ってるとはね、本人たちは全然この時は気づいていないんですけども、映像で見てびっくりしています。さあ、ここで今日はともちゃんの走り始めた頃のお話なんかも聞いてますのでご覧ください。相手のフルマラソンでサブ4を出すとすごいって言われた人がいたから、サブ4を初めてのフルマラソンで出せばすごいんだと思って、うん、達成したんですけど、すごいね。でもなんかこう蓋を開けたら、サブ4のランナーさんがめちゃめちゃいっぱいいて、確かに、サブ3かと、あ、はいはいはい、サブ3が必要なんだってところで、苦戦してますね。いや苦戦じゃない私は2018年に初めて3時間10分切ったんですよ。いやいや、すごい。だからともちゃんがサブ4を目指す時に、私一生懸命サブ10分切り目指して2年前の名古屋で初めて切ったんですけど、とも、うん、ちゃんはそこの時点で初めて、今何分でしたっけ。今ベストは3時間7分があるんですけど、お前は48分の3時間ですね、うんうん。でもあれでしょ、ハーフが1時間、ハーフが1時間27分50何秒でしょ。すごくないですか、2年間で男性でもなかなかここまで早くなれないしいや努力のね賜物だと思うんですけど。ということで、ともちゃんの走り始めた頃のお話聞かせていただきました。インターバルは6本目になっています。またねシンクロして走ってますね2年目で3時間7分まで行けちゃうなんて、目標を持って努力することの大切さをしみじみ感じました。後ろに向けて頑張ってね、ともちゃん応援してます。でのでね、ぜひご覧になっていただけたらと思います。OK! いい感じ。トモちゃんはラスト30、私だけちょっと遅れちゃって31です。最後の1キロマックスは新曲の革命の音とともにお送りさせていただきたいと思います。
鼓動を鳴らせ革命だ。この胸の高鳴りはどこまでも抑えきれない。その情熱に火をつけて炎を燃やせ。時は来た、日が昇るぞ。振り落とされるな、スピードが上がってゆく。見くびるんじゃない、自分の力をどこまでもどこまでも信じたものだけが進める。道が当たる、不安や悔しさ苦しさはいつだって栄光をつかむ前に訪れるものだから。逃げるな、足音を鳴らせ革命だ。遅すぎると嘆く前に進め。誰かがその胸を張り歩みを止めるな。昼からいっぱいだったね。ともちゃん、はい、サハラ砂漠のサハラの意味は何でしょうか。サハラの意味は、サハラ砂漠を走るからさ、サハラの意味、サハラの意味、サハラの意味は何だろう。知らないでしょう。知らない。サハラの意味はね、はい、砂漠って意味なんですよ。サハラ砂漠って、じゃあ砂漠ってそういうことなの。やば。ということで、ともちゃんはサハラマラソンに向けてクラウドファンディングにも挑戦しています。優勝宣言するとはかっこいいですね。皆さん一緒に応援しましょう。えいえいおー、手虫のようになるから。そうそうそう。